本日は埼玉武蔵ヒートベアーズピッチング特集。背番号11番小林直樹です。はい、お願いします。お願いします。はい、本日はですね、変化球って何お持ちですか？スライダー、カーブ、チェンジアップ、シンカーです。チェンジアップ、シンカー、はい、その中で一番もう決め球だっていう、シンカーですね。シンカーですか？はい、正直僕が見ててもあんまりわからないですけど、バッターの反応で結構確認することは多いです。なるほど。それ結構右打者なのか左打者の反応がすごいのか、どっちの方が反応どっちも投げるようにはしてるんですけど、まあ、左バッターだったら逃げるようにとか、まあ、右バッターだったら、まあ、インコースにファウル出せられればなと思って投げてるんですけど、はい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 、スピードの方はやっぱ自信がありますか？いや、自信ないです。上には上がたくさんいるんで、ですよね、はい、やっぱりこのキレとかってやっぱ重視してると思うんですよ、バランスとか、はい、そういうのってなんかどういう風に意識してますか？やっぱ下半身とか。そうですね、宮川さんのピッチングを結構お手本にさせていただいてるんですけど、はい、まあ、バランスよくがすごいいい選手なので、はい、そういうところをお手本にして。なるほど、はい、そうなんですね。動画見てるのは少年が多いんですよ、はい、やっぱ少年ってこう足を上げてからこう足がこう開いちゃう人が多いんですけど、はい、そういう時の矯正法って何かありますか？なんか自分の中で開いたらどうなるとかあるじゃないですか。開いたら力が、開くとやっぱり上半身も開いちゃうんで、はい、力が抜けちゃうかなって思うので、はいはい、僕はどちらかというと、まあ、こういう足の使い方できないんですけど、はい、まあ、イメージ的にこう、なんていうんですか、ケツからとか。あ、そうですよね、ヒップファーストって言いますよね、はい、そうですよね、っていう意識はあります。意識あります。なるほど。ちなみに今体重ってどれぐらいなんですか？身長、体重。身長175で体重が77です。体脂肪率は結構気にするようにしてる。ああ、なるほどなるほど。そうなんですね。 13% ぐらいをなるべくっていう感じです。食事はあまり気にされないってことですよね？そうですね、はい、好きな時に好きなだけ食べます。なるほど。最近ハマってることありますか？なんか最近ですか？野球以外で、うん、野球以外で、まあ、自粛期間中とかちょっとこう。そうですね、自粛期間中は家にいる時間多かったんで料理するようになりました。料理するんですか？明太子とクリームソースのパスタ。パスタ、うわーすげえとか作ったりしてて、はいはいはい、まあ、あとはもうお昼ご飯は、まあ、なるべくご飯を炊いて持ってきたりはしてますよ、ね。ああ、なるほど。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、何種類です。
基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったらOK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。「抜き抜いた切れ玉で」